若草物語の四姉妹、メグ、ジョー、ベス、エイミー。月日は流れ、夢見る少女たちもいつしか大人になりました。あの勝ち気なジョーも結婚し、希望にあふれる人生を歩み出したのです。ポケットからはみ出したあなたの夢を花びらに変えて風が運ぶよ。パレットから飛び出した七色の笑顔、みんなの瞳をキラキラ包むよ。できるだけそっと出かけてちょうだい。ちょうどロブの姿が見えないから気がつかれないうちにね。おお、僕も用意できたよ。ロブ、みんなは遠い牧場の方まで行くの。あなたには遠すぎるのよ。お家にいてお母さんと遊んでいてちょうだい。お母さんは一人ぼっちでお留守番なのよ。お母さんにはテディがいるでしょ。僕はもう大きくなったよ。みんなと行けるよ。あの大きな牧場まで行くんだ、ロブには遠すぎるよ。それに足が呪いだろ。みんなが大変になるんだよ。走って追いつくようにする。この新しいバケツいっぱいにしてお母さんに持ってきてあげたいの。お願いだから行かして、おとなしくしてるから。ねえロブ、お母さんが行ける時まで待っていてちょうだい。その時は一日いっぱい遊んでたくさん欲しいだけイチゴを積んできましょうね。お母さんは忙しくていつまでたっても行けないんだもの。僕もう待ってるの嫌になった。やだ。私が一緒にお留守番しててあげる。連れて行こう。先生、連れてってもいいですか。私が面倒見ます。無理だよな、大変だよ。さあ行こう。だってかわいそうよ。フランツが一緒だと心配はないんだけど、あの子はフィリッツと巻き割りがあるし、あなたたちだけじゃ心配だわ。責任持ちます。危ないこともさせません。大丈夫？みんなと遊べなくなるわよ。平気です、任せてください。
ありがとうナン。あなたを信頼してますよ。よろしくね。はい。あなたはナンとデイジーの言うことをよく聞いてね。はい。牧場の外へは決して出てはいけませんよ。うん。それから5時にはサイラスに迎えに行ってもらいますからね。はい。じゃあ行きますよ。いいですか旦那方。おいつもの100倍お利口ね。僕いつもお利口だよ。おーい。なん、どんな調子？私の王子様は全然手がかからないわ。うん、どれくらい積んだの？見て。僕たちなんか、ほら。わあ。今んとこ僕とスタッフィーが一番なんだぜ。二人ずつ組になって競争してるんだ。競争？どうして言ってくれなかったの？だって、ナンが他の子と組めば話になるかもしれないけどさ。まあ、私たちも競争するわ。まあいいけど。一番はもらったぜ。僕たちだよ。よし、絶対勝っちゃおう、二人で。うん、絶対。そうだ、あっちよ。え？だってみんなと同じところ探してたら負けちゃうもん。柵の向こうなら誰も行かないから。あ、行けないよ、ナン。ダメだよ。ロボを仲間外れにする人たちをあっと言わせてやりたいの。みんなだって昔はちっちゃかったくせにずっと前から大きかったみたいな顔してロブに威張ってるなんて卑怯よ。ロブが一番になったら地球がひっくり返ったみたいに驚くわ。ロブだって立派にみんなと同じことができるって証明してやるのよ。みんなと同じことができる。はあ。さあ行こう。はい、僕、行く。先生、ナンがロブの面倒を見てるって本当ですか？ナンが？大丈夫かな？大丈夫。おてんばだけど責任感の強い子だわ、あの子は。あ、お腹すいた。これ少し食べちゃおうか。ダメ、お母さんに積んであげたんだよ。全部お母さんの。返して。はいはい。さ、じゃあ行こっか。これをいっぱいにしたら私たち一番になれるでしょ。見て、あれ骸骨みたい。あそこまで行ってみよう。ねえ待ってよ。
ったロブはどこ？え？知らないよ。どこ行ったのかしら。雨。え？降る。こんなに天気がいいのに。負けちゃうわ。大きい牧場の方に行ったらしいよ。今日はイチゴのパイが食べられるかな。イチゴのパイなんて久しぶりだよね。本当に雨になりそうだ。やっぱり西の雲の流れは雨を示していたんだ。もう帰ろうよ。うん。でもなんとロブが。まだいないの？一体どこへ行ったんだ。もっと積んでいればいいでしょ。もう嫌になっちゃった。入れても入れても僕のバケツいっぱいにならないんだもん。まあ、あんなに来たかったのにもう諦めちゃったの？あ、こんなに遠くまで来て僕きっと叱られるよ。何のせいだよ。みんなをあっと言わせたくないの？だってここにはロブのために来たんじゃなかったの？はあ、損しちゃった。ロブなんか連れてこなければよかった。だって何よ。大変、帰ろう。怖いよ。大丈夫、雷くらいへっちゃらよ。あの大きな木が目印よ。行こう。こっちじゃなかったみたいね。きっとあっちよ。本当？大丈夫、任しておいて。
丈夫だよ。おお。先生。どうしたのデイジー。なんとロブが帰ってこないんです。なんですって。あの二人柵を越えたんだ。絶対。見えるとこどこにもいないんです。何度呼んでも返事が。本人が競争しようって言ったから。落ち着いて。みんな落ち着くのよ。ザイラス、子供たちを連れて帰ってくれ。そしてフランスとエミルをよこしてくれ。わかりました。僕たち迷子になっちゃったの？違うわ。どこに行ったらいいかわからなくなっただけよ。そうだ、大きな声で呼んだらいいかもしれない。うん。おーに帰りなさいと言ったでしょ。連れてってください。僕も。ロブ、お願いします。ロブ、私のそばから離れちゃダメよ。はい。ロブ、喧嘩なんかよそうね。うん。どうしたの？僕のバケツ。え？ないの？探してきてあげる。ロブが一生懸命ジョー先生のために摘んだイチゴなんだもの。探すのが当然よ。でも待ってて、すぐに取ってくるから。じっとしてるのよ。
面見るって。先に待つって約束したのに。なっちゃった上にロブまでいなくなるなんて。私ジョー先生に責任持つって約束したのに。お願いロブ、無事でいて。次回約束の小箱、お楽しみに。この道はどこまで続く。森のこの空はどこまで青い。遥か